横浜市の大黒ふ頭で大型クルーズ客船の乗客の税関検査などに対応できる施設の運用が始まり、昨日は世界的な豪華客船クイーンエリザベスが寄港しました。大黒ふ頭では大型クルーズ客船を受け入れるために税関検査や出入国審査の施設を備えた客船ターミナルが整備され、昨日運用が始まりました。早速世界的な豪華客船クイーンエリザベスが3年ぶりに到着し、船内の見学会も行われました。クイーンエリザベスはオーストラリアを出発した後、パプアニューギニアやフィリピンを巡って横浜港に到着していて、この後ゴールデンウィーク中は日本各地を回るということです。